ビンフリート・クレッチュマンはドイツの政治家。同盟90、緑の党に所属。2011年からバーデンビュルテンベルク州首相を務めている。緑の党の出身者が州首相に就任したのは彼が初めてであり、現時点では唯一の例である。なお、2012年から1年間、連邦参議院議長も務めたが、緑の党出身者がこの職を務めたのは彼が 唯一の例である。クレッチュマンは当時フランス占領地区のビュルテンベルクホーエンツオレルン州シュパイヒンゲンで東プロイセンのバルミアから移住してきた両親から生まれた。彼はジグマリンゲンにあるカトリック系の寄宿制の学校に入りアビトゥーアを取得した。兵役を得た後彼はシュトットガルトのホーヘンハイム大学で生物学、科学及び 倫理の教職課程を学び、1977年に大学を卒業した。なお、大学在学中の1973年から1975年にかけては西ドイツ共産主義者同盟の活動家であったとされる。ジグマリンゲンの学校で3年環境師として働いた。あと、1979年からは、緑の塔のバーデンビュルテンベルク州支部で、 活動するようになり、1980年には、同州の衆議会議員に当選し、1983年から1984年には、党の衆議会議員団長を務めた。その後、1985年から2年間、ヘッセン州で、ヨシカフィッシャー州環境省の下で働いた。1988年には、バーデンビュルテンベルク州に戻り衆議会議員に、帰り咲いたものの、 1992年の選挙では落選。4年間再び教師として働いた後、1996年に帰り咲いてからは衆議会議員の地位を守ってきた。2002年から2011年には再び党の衆議会議員団長を務めた。2011年3月のバーデンビュルテンベルク衆議会選挙ではドイツキリスト共民主同盟が第一党となったものの、 138議席中60議席、同党と連立を組んでいた自由民主党が7議席の獲得にとどまり、両党での連立継続は不可能となった。一方、福島第一原子力発電所事故の直後の選挙で、ドイツの原子力発電所17期中4期がある、同州においては原発政策も争点となったこともあり、脱原発を訴えてきた緑の党は36、 議席で第2党と躍進した。また、ドイツ社会民主党は35議席で第3党となった。この結果、緑の党、スピードの2党による赤力連立が成立し、2011年5月12日から緑の党出身者として初めて就守賞となった。なお、緑の党が主犯となる赤力連立は、これが初めての例である。 2016年3月のバーデンビュルテンベルク州議会選挙において、緑の党は143議席中47議席を獲得し、第1党となった。しかし、連立を組んでいたスピードは19議席にとどまり、両党での連立継続は不可能となった。このためクレッチマンは、両党に加えて、第5党で12議席を持つ FDP との連立を呼びかけたが、 FDP がこれを拒絶したため、第2党で42議席となったセティとの2党による国力連立に踏み切り、同年5月に州首相に再選された。なお、緑の党が主犯となる国力連立は、これが初めての例である。クレッチュマンは活動するカトリック保守を辞任しているとされる。そのため、緑の党内では左右派のエコリバタリアンに所属した。 セディとも近いとされる。2002年から緑の党が主導するフライブルクでは党派代表としてセディと良好な関係を築いたとされる。2013年9月の連邦議会選挙で緑の党は環境負荷軽減とアンチ向上式畜産として週一度は最初日とするベジでの導入やエネルギーシフトを掲げたほか最低賃金制導入 高所得者層への増税などを訴えたが、クレッチュマンは繰り返し党の運動を批判し、選挙公約である増税にも反対した。彼は公開書簡において、経済に有害ないかなる動きも避けるべきと緑の党の指導部に警告した。2012年にバイエルン州が連邦憲法裁判所に対して、バイエルン州やバーデンビュルテンベルク州のような財政的に裕福な 州からより弱い州に対して財政移動させるシステムについて訴訟を起こした際、バイエルン州から指示を求められたが、クレッチュマンはそれを指示せず、その代わりにすべての州との間の交渉を通じて改革を推進した。緑の党の中では現実的な政治志向を持つとされるクレッチュマンでは、あるが緑の党の政治からしく脱原発や 地球温暖化等の気候変動政策については声を上げたり行動したりしてきた人物である。バーデンビュルテンベルク州首相就任後、クレッチマンは脱原発が成り立つための三つの柱はエネルギーの安定供給、コストの認識、環境への配慮と述べ、今後は特に可能性の大きい風力発電を伸ばしていきたいと述べるなど、再生可能エネルギーによる発電を推進する姿勢を、 示している。なお2014年時点において、同州内の総発電量の内再生可能エネルギーの占める割合は約23%となっており、2020年にはこれを38%に引き上げることが目標であるとしている。また2013年の時点で、同州における再生可能エネルギー関連の雇用が自動車関連の雇用の半分近くまで伸びてきていると、 している。気候変動政策については、2015年の COP21 の際に、クレッチュマンとジェリー・ブラウンが、世界の知事や、市長をパリに招き、温室効果ガスの排出量削減に対する、より強い義務化の指示を、地方政府レベルの指導者から得るために対話を行った。クレッチュマンはカトリック信者である。妻・ゲアリンデとの間には3人の子供がおり、ジグマリン間で共に住んでいる。 また、サッカーブンデスリーガの VFB シュトゥットガルトのファンとしても知られている。連邦参議院議長の一覧によれば、セディ、CS 及びスピードの出身者以外の議長就任は、FDP がラインホルトマイヤーの一回のみ、緑の党は彼が唯一である。彼の両親は、第二次世界大戦後、ナチスドイツの敗戦によるドイツ人追放に遭い、 東プロイセンのバルミアから逃れてきたのであった。選挙結果の詳細は2011年バーデンビュルテンベルク州議会選挙を参照。ドイツ社会民主党が主犯となる赤力連立は連邦レベルにおいては1998年から2005年までのデアハルト・シュレーダー政権での例があるほか州レベルでは百八十五年にヘッセン州で初めて連立を組んで 以降、多数の例がある。選挙結果の詳細は、2016年、バーデンビュルテンベルク州議会選挙を参照。シンボルカラーの赤、黄緑による命名。ドイツキリスト共民主同盟が主犯となる国力連立は、連邦レベルでの事例はないが、州レベルにおいては2008年5月から2010年まで、ハンブルクでの例のほか、2013年からは、 ヘッスン州で連立を組んでいる例がある。また、セディ、FDP 及び緑の党の3党による、ジャマイカ連立は、2009年9月から2012年1月まで、ザールラント州での例がある。ABC 高橋陽子。ニュースのカオビンフリートクレッチマン。ドイツニュースダイジェスト。2016年7月25日閲覧。ステファン・ニコラ、ポルシェホーム。 S エスグリーンカーリーバーサルオープンズロードツーメルケル。ブルームバーグニュース、2016年7月10日閲覧。ブライアン・パーキン、メルケル S パーティー・シュンズ・ストーン・エイジ、グリーンズ・アミット・タックス、ライズ・プレッジ。ブルームバーグニュース、2016年7月10日閲覧。クリスチャン・クレイマー、ババリア・シックス・ツー・トランプ、メルケル・ウィズ・アンチ、ベイラウト・カード。 ロイター、2016年7月10日閲覧。AB、ドクバーテンビュルテンブルグ州首相クレッチュマン氏らとの会談。自然エネルギー研究所。2017年3月4日閲覧。AB、郡山正也。報告、ドイツ連邦参議院議長クレッチュマン氏との会談。緑の塔グリーンズジャパン。2017年3月4日閲図覧。C ウェルちゃん、 メリッサエリーリーダーズムーブツーコンバートパリクライメートプレッジスイントゥアクションニューヨークタイムズ2017年3月4日閲覧ありがとうございます